あの女。やっぱりそうだ。あの子は。みんなのアイドル。みーたんだよ。みーたんだ。ハラハラさせた罰として。今日の食事当番よろしくね。お願い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 。見た。やっぱりそうだ。サーテルカズミ29歳独身。ネットで初めてあなたと出会った時から進化を燃やしてフォーリンラブでした。握手してください。握手するなら整理券買ってね。はい、5万ドル。5万？金取るのかよ。安いっす。あ、なんか10万払ったりしたら出すのかよ。ツーショットとか中かしら。それ僕らの生活費。みんな無事でいてほしい。ミータンと二人きり。マジか。いやいや、ミータンのお父さんもセントも意識が戻ってねえんだぞ。浮かれてどうする俺。いや、こんな時だからこそミータンには支えが必要なんじゃないか。そうだ、そうに決まってる。そしてその相手は俺しかいない。今がグリスからカズミンに昇格する絶好のチャンスチャンスチャンス。ロボットジガリジガリ。カズミン、カズミン、お待たせお待たせ。ここは進化を燃やしてそっと抱きしめる。ルル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 。ちゃうのね。パンドラボックスはスターハンセン開いたのか。スターハンセンのまだ見たい。エボルトを阻止しなければこの星の未来は。ベレナージュ、気を失ったか。やばい、ミータンに触れてる。心臓がドキドキバクバク。そんな言葉じゃ KO できませんね。ダメだ、緊張してミータンの顔が見れない。でも見たい。しっかり投げたい。よし、カズミ、ここは進化を燃やして覚悟を決めて。3、2、1。うせえ。なんで心の声が声に出ちゃってるから。マジでお前気持ち悪いな。ベッド運ぶぞ。あ、ベッド。え、お前はどうなんだ。親父さんのことは吹っ切れたんだろうな。ああ、これで仲直りだね。よかった。じゃあこれは必要ないね。いくらで売れるかな。売らない。売る。ちょっと待って。何ですかそれは。みーたんの抱き枕、まだ喧嘩してたらプレゼントしようかなって思ったんだけど。誰がお前に協力するって言った。俺は北斗一の頑固者。いくらお前が改心しようと今さら一緒には戦えねえ。ケイト、あ、どうっていうなら これに免じて力を貸してやっても言いづらいよ。もう変な声しか出ませんよ。何ですかこの神々しいまでのホルモン。これってつまりミータンを抱きしめてもいいという公式の許可が下りたってことですよね。なんて素晴らしいアイテムなんでしょう。あ、素晴らしい。では早速進化を燃やして中から行かせていただきます。おざー。
これ買ったらいくらですか？これは200万ドルかな。たっけ、安いですね。え、今なんか現金決済したらこう裏になんかサーさんのこう水着の写真がつく。それは財布忘れた。下ろしてこいよ。これはミータンのタオル。脱ぎたい。これで汗を拭いたい。やめろ。そんなことしたらドロータの風上にも起きねえぞ。でも目の前にあったら拭いたくなるじゃないですか。そうだそうだ。ミータまだヤキヤキしてる俺のためにあえてここにタオルを置いてくれてるから。やった。ではここは進化を燃やして遠慮なく。見た。同じタオル。じゃあこれは誰の？お前のかよ。いい匂いさせてんじゃねえよ。